フルコルフォーディカラブリアは、イタリア王国の軍人、貴族で、第一次世界大戦における、イタリア空軍のエースパイロット、ルフォーディカラブリアコーフルコ8世とも、娘のパオラが、ベルギー王アルベール2世と結婚しており、原告王であるフィリップの祖父にあたる。ルフォ家は少なくとも、東ローマ支配時代の11世紀頃にはすでに力を持っていた、カラブリアのイタリア人貴族で、 シチリア王国やナポリオ王国からしばしば所領を与えられていた名家であった。彼らの祖先はロームルス王に仕えた古参のラテン人貴族、コルネリウスルホであると伝えられ、東ローマ帝国の遠征で功を挙げた序盤にルッフォの第二有力貴族として台頭した。イタリア統一がなされた後、ルッフォ家はイタリア王家からルッフォディカラブリア公を与えられ、イタリア王国の貴族に列した。 第一次世界大戦にパイロットとして出生したフルココーは20機のオーストリア空軍機を撃墜するなど空軍エースとして活躍しフランチェスコ・バラッカ・中佐が戦死すると彼が率いていた航空隊スクアドロネギャスソの指揮権を引き継いだ。戦後は上院議員などを務めた。ありがとうございます。